て言ってんだろう。わかる？サボテンダーは代々エンシェントマダーを砂漠の秘宝として守ってきたらしい。正当な持ち主が現れるまで秘宝を守ることが自分たちの使命だと言っている。正当な持ち主、うん、そういう神話が語り継がれているようだ。サボテンダーの神話？本当にそんなのあんの？俺たちの物語をバカにしないでくれるかい？おっと、慌てない慌てない。俺はキッド G、 ゴブリン一族の末裔だ。今は古の名役に基づきサボテンダーたちを指揮している。しゃべる、うん、伝えたい思いがあれば言葉ぐらい獲得するさ。モンスターが喋らないなんて人間の先入観だね。ふん、一理。サボテンダーの聖典、覇王文書の一節、砂漠の秘宝を求めし者に試練を与えん。あんたたちが秘宝の持ち主にふさわしいかじっくり見せてもらおうか。ふん、なになになに？これは試練だ。制限時間内にサボテンダーを倒して力を証明してくれ。じゃあ、あんたが挑戦者ってことでいいかい？え？私？そうだ！ 見てろ！
思っていたよりやるね。エンシェントマターを渡してもらおうか。随分と変わった名前で呼んでるんだね。もちろん約束は守るさ。ほら、それが砂漠の秘宝のかけらさ。かけら？どういうこと？秘宝はいくつかのパーツに分けてそれぞれ砦に隠してあるのさ。つまり試練はまだまだあるってこと。それじゃあ次の砦で待ってるよ。クラウドさん、興味深い事態になりましたね。秘宝を守るサボテンダー軍団、それを指揮する知的なゴムリン、砂漠に現れた謎の巨人、サボテン団の聖殿、覇王文書。僕の体温上昇を検知。僕は今、興奮しています。早速、エンシェントマター、いや、砂漠の秘宝の反応を観測しました。2号魔航路へ向かってください。ねえ、小型魔航路っていくつもあるの？はい、砂漠にはゴールド操作へ電力を供給するために建設された小型魔航路が複数機存在しています。現在は土地が枯れて砂漠化が進行しないよう、稼働機と休眠機を順番に回すことで延命を図っているようです。キラキラの代償が熱々のカサカサか。その魔航路も今は秘宝を守る砦です。サボテンダーたちの建築技術は素晴らしいですね。砂にサボテンエキスを混ぜて固めたようですが、耐久性は神羅製よりも優れているかもしれません。
クラウドさんもいらしてたんですね。ご存知かと思いますが、エネルギーの主役が石炭から魔鉱へと移ったことで、世界中の炭鉱が閉山に追い込まれました。この村を見ていると時代の流れの残酷さを感じます。Yeah!
アレクサンダーの攻略、お見事でした。あの厳しい審判を乗り越えるとは、さすがです。これからは聖なる要塞が皆さんを守ってくれます。安心して旅を続けてください。それでは引き続きワールドレポートをよろしくお願いします。今こそ星とつながり、星の叫びを聞け。これは着いたか。お主が来るのを待っておったぞ。そう警戒せんでもよい。この小さな村にお主は目立ちすぎる。どこにおっても感じ取れるわい。わしは百目のナバラ。瞑想により手に入れた百の心眼。どれだけ隠れても無駄なこと。お主のことは全てお見通しよ。その複雑で力強いオーラ、相手にとって不足なし。さあ心して挑んでくるがよい。私の名前はリドラル・バモン、クイーンズ・ブラッドの生みの親だ。
全ては私の責任だ。まさかこんなことになるとは。聞こえたか？もう時間がない。彼女が呼んでいる。行かなければ。私は囚われている。呪いのカードだ。終わりは近い。いや、これは始まりなのか。黒紅の女王が。もしや、お主、リドラルの幻覚を目にしたのか？何か知っているのか？最近、バウターたちの間で奇妙な白昼夢を見たという噂が広がっておる。何でも、クイーンズブラッドを生み出したリドラルの亡霊が話しかけてくるとか。それだけでないぞ。少し前から名だたるバウターたちが次々と変死しておってな。リドラルの呪いだというものもおる。わしの心眼をもってしても見極められる邪悪な何かが動き始めておる。このまま最強のバウターを目指すならくれぐれも注意する。に話してくる。こう見えて強いんだ。何でも解決してくれるぜ。な。おじさんならお前もおじさんだ。雑にまとめるな。それで何があったんだ？あのね、リオちゃんがどこか行っちゃったの。リオちゃんは仲良しの小鳥なんだよ。おじさんみたいに髪がツンツンしてて。それってクラピオのことじゃねえか？クラピオ？その鳥の名前だ。モンスターに襲われていたのを助けたんだ。そうだったんだ。みんな、リオが砂漠の方に行ったってジージが見たんだ。砂漠？どうしよう。おじさんたちに任せろ。見つけてやる。本当？おうや。ジージが言うには、共和国時代に使ってた鳥小屋が砂漠にいくつか残ってるんだって。そこに罠を仕掛けるといいって言ってた。罠になるバードトラップがアイテムクラフトで作れるよ。なるほど。じゃあまずは罠を作らねえとな。
上げだ。切るんだ。今だ。固めたんじゃちゃいます。トラップを仕掛けよう。しばらく様子見だな。残りの2つも仕掛けしまおうぜ。ミッドからの弾がもっと低いから辛辣っていう大学生の今は違うのか。辛辣をぶっ潰すのはもちろんか。ただよ、奴は相手にがむしゃらになってたのに、目的の他に俺には向き合わねえといけねえこともある。村の連中やダインとか、それから
どう見えてるか知らねえが、こう見えて俺も変わったんだ。まずティファの説教が効いたな。スラムで出会った頃の話だ。マリンのことでな。ティファが意外だ。よっぽどのことだったんだよな。マリンには安心して眠れる場所と清潔な環境が必要だって怒ってよ。それまでは無事だ。どうかしてる。猛省したぜ。で次はアバランチ。暴走機関車スタイルで走りながら考えて仲間を引っ張ってきたが、結局走るだけで考えてなかった。衝突や脱線が多くてよ、いらねえトラブル抱え込んで。まあ今はそこまでじゃない。縁が俺を変えた。俺たちの出会い、クラピオとの出会いもきっといいよ。大事にしようぜ。他のトラップを確認してみよう。
壊しやがって。次がある。
すぎる。ほら、指をつけ。どう？はい。はい。Hey you。頑張れ。当たれ。そっちは大丈夫。やるやる。離れてて。連携しよう。よっしゃ。やるぞ。駆け上がって、お、なんだ、一人で帰れんのか。もう迷子になるんじゃねえぞ。モンスターの気配感じるね。ニードルキッスの気象書を確認しました。これよりライドを開始します。ご覧ください。あの鋭く伸びたくちばしのような部位は頭部の骨が螺旋状に発達してできた角なんです。足の力はそれほど強くありませんが、自慢の角を使った攻撃は強烈です。一撃必殺で獲物を仕留めた後、そのまま角で細かく刻んで食べます。角に串刺しにされないよう気をつけてデータ収集をお願いします。モンスターの情報を取り付け、落ち着いていけ。任せてやー。よし、頼んまぜ。頑張るね。当たれ。力がバトル飛んでけ。おっ、そっちは大丈夫。走り連携しよう。やっちゃってください。よいしょ。はい、いっ
苦しませない、みんなのために決めちゃおう。これだ、おしまい、どんなもんや。決める、せーの、当たれ！
ピオが帰ってきたよ。だろう、ちゃんと帰るようにしっかり言い聞かせといたからな。そうだったんだ、ありがとう。どういたしまして。ちゃんとお食べ。早くでかくなってモンスターを倒せるようになれよ。いつかマリンと一緒にここに来てよ、全部話してやりてんだ。それはいいことなのか。食材だからな。あんたは良くてもマリンにとっていいことなのか、俺には分からない。どうした？おじさんから離れろって父さんが言ってるって。そうか、それは仕方ねえな。俺たちは行くからクラピオと遊んでる。僕おじさん好きだよ。ありがとうな。